こんにちは。今回の大分目白押しは、子育て・高齢者世帯向けの住宅リフォーム支援制度についてご紹介します。県建築住宅課の辰本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大分県の住宅リフォーム支援制度について教えてください。はい。子育て高齢者向けの住宅リフォーム支援制度については、まず子育てしやすい環境の整備と、あと高齢者が安心して暮らせる住まいの整備、これについて市と県が共同で子育て世帯、3世代同居世帯、高齢者世帯それぞれの改修に対して一部補助を行う制度となっております。令和6年4月より補助上限額の上乗せなど支援内容を一部拡充し、より活用しやすくなりました。支援制度の内容は3つのタイプがあります。まずは子育て支援型制度です。子育て世帯でかつ世帯者全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事であることが条件です。対象工事は子どものための改修工事です。次に3世代同居のための支援制度です。18歳未満の子どものいる3世代が暮らす世帯が条件で、対象工事は玄関、浴室、トイレ、キッチンの増設や改修工事です。そして高齢者バリアフリー型の支援制度は、65歳以上の高齢者がいる世帯で世帯の所得合計が350万円未満であることが条件です。対象工事は高齢者のための改修工事になります。昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅のリフォームを行う場合は、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用する必要がありますので、ご注意ください。現在2人のお子さんを子育て中の片岡さんは、子育て支援型を利用してリフォームを行ったそうです。今回はどちらのリフォームを行ったんですか？お風呂と洗面所とトイレの換気扇ですかね。子供が滑ったりするので危ないので、柔らかい床と一人でも入れるような浴槽、足場がちょっとあるようなものなので、もう3歳でも自分で出入りもできるし、洗面台も子供が一人で手が洗えるようにノズルもちゃんと伸びて掃除もしやすい、使いやすいものにしてもらいました。リフォームっていうので、もうお金が、まあ、やっぱり結構大きな金額かかっちゃうので、子育てでお金もかかるので、もういただけるのであればすごい助かるなと思って申請させていただきました。令和6年4月より支援内容が拡充され、より活用しやすい制度となりました。詳細についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。続いて大分県からのお知らせです。県では若者の県内就職を後押しするウェブマガジン大分カテテを配信しています。県内で活躍する企業や大分で働く先輩の紹介など、就職活動に役立つ情報に加え、県内の観光地や食の魅力など大分で楽しめる情報も配信しています。ぜひご覧ください。次回の大分目白押しは、大分県企業局の役割と大野川発電所についてご紹介します。お楽しみに。